今聞いた話を整理するぞ。まずお前はこのステージのキャストなんだな。うん。で、俺はキャストオーディションには不合格だったが、お前が特別にこのステージに呼んだと。つまり俺はこのボロステージで働くということか。ボロくないよ。ここなんて色が変わってておしゃれでしょ。どう見てもサビだな。してもどうしてこんなに古いんだ。他のアトラクションと一緒に新しいステージができると聞いていたが。はい、本来はランドの全面改修に伴ってステージを取り壊し新しくする予定でしたが、現在ステージだけ工事が延期となっています。工事が延期？なぜだ？それに改修前ということは今ショーはやっていないのか？してるよ。今日はお魚の世界のショー。私マンボウ役やったんだ。お客さんはいなかったけど。いないのかよ。でもでも司くんと一緒ならきっと昔みたいにお客さんでいっぱいにできるはず。いいか、よく聞け。俺には野望がある。野望？俺は子供の頃あるミュージカルショーを見た。主演を務めたスターはそれはそれは素晴らしい役者だった。誰よりも輝き、誰もが心を奪われる。その姿、まさに天上の星。俺は決めた。俺もそんな最高のスターになろうと。そして俺はそのスターのようになるべく、多くの観客が集まる大ステージで修行をしようと。あ、ステージのここにピョーンって飛び出せる穴があるんだ。やってみない？お前、人の話を聞け。司くんの話ならオーディションの時に聞いたよ。司くん、素晴らしいショーを届けるって言ってたよね。私その時ビビーンってきたの。司くんとならきっと素敵なステージを作れるって。お前、オーディションの時から俺に注目してなるほどな、そういうことか。ガテンが言ったぞ。ん？なんで紙とペン？特別だからな。よし、なかなかの出来だ。なんだかかっこいい字だね。くれるの？ありがとう。いずれプレミアのつくサインだ。一生大事にするんだぞ。それじゃあ達者でな、おかしなファンよ。ショーはできるわけだし。ここじゃなきゃダメなの。約束したんだもん。ここをお客さんでいっぱいにするって。約束？私どうしてもここでみんなを笑顔にしたいの。だから司くん、ここで一緒にショー。なんだ
に固まってプロジェクターが勝手についちゃってる。なんでだろう。ハローエブリワン、もうすぐ楽しいショーが始まるよ。みんなショーを見る準備はできたかな。初音ミクの映像、ここ初音ミクをマスコットキャラに使ってるのか。ううん、ここのマスコットキャラはフェニックスペンギンのフェニーちゃんだよ。じゃあこれは一体。うんうん、みんな準備バッチリだね。それじゃあワクワクドキドキの素敵な世界に出発。消えちゃった。今の何？俺に聞くか。なんだか知らんが、わけがわからんことが多すぎる。さすがの俺も疲れたぞ。悪いが俺はここの人事担当者に電話するぞ。人事を通して正式に辞退させてもらう。塚田くん、もうちょっとだけ話を聞いてよ。もう十分聞いた。人事の電話番号は確か、アンタイトル。なんだこの表示は。なになに、それって曲？おい、やめろ。聞いてみようっと。ポチン。あー、人のスマホを横から勝手に触るんじゃない。高額決済するところだったらどうする気だ。スマホが光り出したぞ。もしかして本当に高額請求が。うわ、眩しい。何が起きた。なんだここは、どこだ。明らかにさっきまでとは違う場所だ。それにあの M とかいうやつもいないし。ジー、そこにいるのは誰だ。